天理心流宗家であり、最も吉田東洋暗殺に近いはずの男、近藤勇は覆面の男ではなかった。残り4人にまで絞られた覆面の男の容疑者、そしてその中の一人である新選組最強の男沖田総司と、ついに真剣を交えることになる。死闘の果てに沖田が覆面の男ではないことを知る龍馬、そこへ一通の知らせが届く。武市半平太が土佐で処刑されたという知らせが。坂本。中岡。じゃあ武市は。ああ、土佐の大殿山内陽動公の裁きで切腹に処されたらしい。岡田伊蔵を使った京での幕府要人たちの暗殺、その首謀者としてだ。あの伊蔵が土佐に連行された後、洗いざらい配置、自分が京で起こした暗殺は全て武市半平太の指示によるものだとな。どこ行く気だ。土佐に帰るなんて言うつもりじゃ。お前は脱藩の身だ。今土佐に行ったところで武市と同じ。そんなことは分かる。とにかく落ち着くんだ。武市のこの一件、俺は。え？長いこと江戸にいたわりに陽動公の動きが早すぎる。伊蔵の逮捕から拷問まで武市を狙い撃ちだ。どうやら陽動公のそばに。それが吉田東洋の一派を排除しよう。そしてその読みが当たった。案外そいつはお前が土佐に。逆に言うと、その黒幕にとって一番厄介なことは。あんたが言いたいのはそういうことか。その前にまずあた。くそ。坂本、土佐には俺が行く。あんたが。俺だってな、こんなとこで引いてられねえんだよ。それを突き止めないことには、このままじゃ先に。あんたも俺も土佐に生まれ土佐。ああ、だが今は動く時じゃない。今日は新鮮。わかった。はじめさん、入る。ちょっと飲みすぎちゃう？大事な人やったんやね、その武市さんって人。せやけどなあ、いくらなんでも飲みすぎやって。俺に構うな。あんまり無理せんといて。
何やあれ。いらっしゃいませ。旦那はん、よう飲まれます。せやけど、いい飲みっぷりとは言えまへん。今宵はもう少し静かな場所。うち、蔵町にある松の井という小さなお店どす。お前何？お店に来てくれ。ようこそ。今日は貸し切りどす。お、やってますね。桂小五郎。どうも、お久しぶり。そ、池田屋のことか。西の風呂屋を紹介してもらった。これで貸し借りなしだ。ああ、そういえばそうでしたね。そっか。え、それよりお前。ああ。じゃあ。改めまして、幾松と申します。今後ともご贔屓に。一応ね、俺なりにあん時のお礼がしたくて。竹地半平太のことを。そうか。池田屋の時はちゃんと。私は以前から竹地さんに万が一のことがあった。兄弟。ええ、あなたが死。竹地さんはずっとあなたを土佐に連れて帰ろうとしていた。しかもあの頃、竹地さんは新選組に命を狙われる立場にあった。近づきたくても近づけない。竹地さんは私が剣の立つ男を探していること、今日で勤皇派を束ねていたあの人が地べたに頭までつけてね。斉藤さん。さあな。あなたが新選組に、それはそれとして、前にも言ったけど、長州に。竹地さんはまだまだやらなきゃいけないことをたくさん。それを継ぐのはあんたが一番だと思うんだ。地層になったな、龍馬さん。悪いが、龍馬さん。
捨て鉢になったって何にもなりゃしないよ。龍馬さん。志の低い連中だね、どうも。ああ、ちょっと君たち。くらえ、幕府の犬め。なんだてめえは。それにその髪の色、さては貴様、異敵の子だな。よっちゃん、なんでまた俺。何すんだてめえ。わしは今日大変な一日でのすこぶる機嫌が悪いんや。ああ運がなかったのお前ら。はっ、いきがりよって。やっちまえ。機嫌が悪いからってまさか。おお、かわいいやっちゃの。よし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 。わしに噛みつくとはの。気に入ったで。今日からお前は薩摩藩預かりや。何や、長州の青二歳がおるやんけ。それにあんたもか。縁があるの。お前は西郷さん。ったく、随分な言われようですね。どないした。にっかき薩摩の大将首がおるんやで。かかってこんのかい。いや、正直あまりあんたのことでどうこう言うつもりはないんですよ。寝技使ってるのはお互い様なんでね。ただ俺も一応長州の代表みたいなことになってるからね。あんたを目の前にして刀を抜かないわけにはいかないんだ。悪いね。いいで。わしも薩摩しょうとるんや。わしとあんたの喧嘩でこの件蹴りつけようやないか。わざわざ前に入ったったんや。切ってみろや。それじゃあお言葉に甘えて。すんじゃ悪い。てめえらの都合だけで勝手に喧嘩始めんな。気に入らねえ。なに、今日はあんたがイラついとるんかい。せやけどあんたに指図されるいわれはないで。あいにく俺も引き下がれないんですよ、立場上ね。そうか。
だったら殴り合いで蹴りつけろ。え？斉藤さん、あんた何言って。ついでに俺も混ぜてもらうぜ。今はとことん暴れて気分なんだ。なんや、要はあんたがうさばらししたいだけかい。ええで、突き落とるわ。風呂屋ん時の蹴りがついてへんしな。やれやれ、あんたたちの流儀にはついていけないんだけどね。まあいいよ、やるからには徹底的に行きましょう。ふう、思ったよりノリがいいやんか。見直したで。覚悟はいいな。ズー、いっちょ暴れたら困った人たちだな。シュッデイしかないのか。やるしかないのか。やるしかないのか。
Shoot!
しかないのか。困った人たちだな。
シュッビューリーハッシュッ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 ハッシュThank you.
しかないのかな。ティッシュトップトップグッシュイッワイハッシュデイッハッシュワイッワイッグッハHeh!
今日は飲むぞ。は？あ？俺が勝ったんだ。付き合ってもらうぜ。嫌とは言わせねえ。ああ、はい。喜んで。こいつ、絡み酒やったんか。薩摩と長州の蹴りつけるええ機会やったんやね。まあこうなっちゃったことだし、今日はとことん付き合うしかないんじゃないですか。はい、いらっしゃい。半分諦めてますけど、この酔っ払いに振り回されっぱなし。西郷さんもこの人と知り合いだったんです。薩摩の西郷吉之助。さらに強くなった。どうかいする。
西郷さん、犬好きなんですね。なんや、悪いんか。いや、いいと思いますよ。ちょっと待てよ。ちょっと雰囲気が違う。やだなやつ。ありがとうございます。犬はええぞ。気ぃつけろや。ちょ待てや。お前らこのここか。それじゃあさっそうやね。店にある酒。おいおい、どんだけ飲むつもりなんや。誰が一番酒に強いのか。斉藤さん、それ本気。いいやないか。しょうがないな。あかん、もう無理。ああ、この店の先。じゃあそろそろ閉めましょう。おごってもらってすまないな。今日のところはここでおとなしく帰っ。まあ、おい、はあ、もう一軒行くぞ。ついてこい。行くで。え、そんなに急ぐの？Yeah!
お前らもうどこでもええわ。こないなガキとつるんでるところ藩にでも知られたらこっちも困るんだよね。うちの藩ごちゃごちゃうるせえぞ。おい、さっまだ飲むんか。お前らこれだけ一緒に飲んで騒いでも当たり前でしょ。斉藤さん、あんた俺たち長州ケツの穴の小さいガキやで。こんななんだと。まだわからねえ。そんな細けいことにこだわって、そこで流れた血がどれ細かいことか。それを言うならあんただって結構細かいことに。あいつにも同じことを言われたよ。それよりもおやす、うん、あいつの言う通りだってことは分かっちゃいたんだ。でも目の前の忘れりゃその挙句がこのざまだ。兄弟、土佐の武市半平太のことだ。武市半平太の兄弟分。そしたら行っちゃっていい。土佐勤王党の筆頭坂本龍馬、それがこの人の本当。坂本龍馬、来い。この男がどういうこと。ねえ、あんた人を勝手に連れ。勝手にね。坂本、本当。ここは捕虜。やっと起きた。いつの間に寝て。いや、どうやってここに。だから言うたやないの、飲みすぎやって。すまん。竹地さんのこと聞いて。ごめん、嫌やったら。兄弟みたいなもんだった。ガキの頃からずっと一緒に育ってバカやって。半平太には何やってもかなわなかった。いつまでたっても俺は兄貴と呼んでついて回ってた。
俺の憧れだったんだ、あいつは。なのに最後の最後で喧嘩別れしちまった。あれが最後になるなんて思っても見なかった。畜生、なんで俺はあの時兄弟を。はじめさん。辛い時には人に話した方がええよ。一人で抱え込むよりは楽になるやろ。そうらしいな。うん、はじめさん、お酒臭いよ。今日は意識が飛ぶまで飲んじまった。そういえば、うん、俺どうやってここに。店で飲んだところまでしか覚えてねえ。飲み友達のお二人さんがここまで担いできてくれたんね。飲み友達、桂と西郷か。散々愚痴ってたで。もうこいつに酒飲ますなって言われてもうた。でもな、その後こうも言うてた。うん、細かいことは全部水に流してやるって。二人ともすっきりした顔してた。え、酔った勢いでなんかええ話でもしたん？いや、覚えてねえ。はじめさん、はじめさん、お涼。なんだ、朝から騒々しいやつだな。その格好。立ち止まるのはもうやめだ。俺にはまだやるべきことがある。そうか。足寒いだろ。風邪ひくなよ。晩飯と風呂頼んだぜ。うん、いってらっしゃい。